時間軸の狂いがあっている影響で、またしてもボス級のキャラが復活。ビッグバンなどの攻撃を受けて一度は窮地に陥るかと思われたが、平気だったゼロたちによって回復し、ゲストも参戦してなんとか撃破。その後突如鬼木らの元に赴いた MD は、したーせーわーす鬼木ら、お前を、処罰する。MD、こいつだって約束すれば守るやつだ。それもそうか。よく考えてみりゃこの世界の鬼木らは真面目なやつだよな。他の世界のやつらとは違って。ひどいよなあいつら。ポジティブテイキン。アイファーポジティブテイキン。クラシケスロースケン。鬼木ら、お前には今後一切冒頭でのボケの発言を控えてもらう。それだけで世界も落ち着く。これほどに楽な約束はないだろう。俺からもそう約束しようか。そうだな、まさにその通りだ。これまでボケの被害を受けた皆さんに仕返しを行ってもらいます。
つうわけで、被害者の皆さん。攻撃したい人は思う存分に僕らの PC 君をやっちゃってください。ご自由にどうぞ。これで決める。キラキラキラル、キラキラル。悪いの悪いの飛んでいけ。プリキュア、エスパール、ダーッ。プリキュア、プリキュア、ブルーポルテウェーブ。高なれ、海よ。プリキュア、プリキュア、マーメイドリップ。締まり方悪いが、ともかく。これにて、ウィークリークラッシャー、ブライルガイデン編。